sugerir, recomendar y aconsejar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miyasan, konnichiwa, Miko desu. 大人気のですね、このよく似た動詞、どう違うのシリーズです。今日はですね、レコメンダシオン、何かにアドバイスをしたりとか、おすすめをするときの表現で、sugerir、recomendar、aconsejar。この3つの動詞があります。これどういう風に使い分けるんだろうということなんですけれどもね、まずスヘリールです。スヘリールっていうのは参照するというかね、こうアルゴヘネラルです。結構一般的な感じで使うことが多いので、結構こういう風なおすすめをするっていう時に対して相手がそれを受けるかどうかっていうのもなんか半々で選べれるくらいのレベルです。なのでなんかこうしたらくらいの言い方、すごい軽いアドバイス、軽いおすすめっていう感じなんですよね。で、じゃあレコメンダールとアコンセハールっていうとね、これはもう割と相手が受け取るだろう、受け取る率が高い感じ、なんかわかりますかね。例えばね、じゃあ私リマに行きます、どういうところに行ったらいいですかって、じゃあ私が聞かれたとした時に、ジョテレコミエンドっていうレコメンダールを使う、ウナレコメンダシオンの時っていうのは、これはね、相手の方がほぼほぼ言うことを聞くというか、この私のアドバイスに沿ってくれる可能性がすごい高い時です。じゃあリミラフローレスのレストランに行って、じゃあセビッチやったらこのお店がいいですよって言って、ジョテレコミエンドって言った場合っていうのは、おそらくそのレストランに行きますよね。なのでその私のアドバイスとかおすすめっていうのを受けてくれる可能性がすごい高い状態ですよね。アコンセハールも同じです。ほぼほぼすごいよく似ていて、なのでテアコンセホって言うとそれも聞いてくれる、受け入れてくれる、受け取ってくれる可能性が高い、なんかそういう風に、ね、考えるんですって。面白いですよね。受け取ってくれる、向こうがちゃんとそのアドバイスに沿ってくれる可能性が高そうな時はなんかジョテレコミエンド、もしくはジョテアコンセホ、アコンセハールですね。でも、状況としてじゃあどういう風にもうちょっとスペシフィックに使うのかっていうと、アコンセハールはですね、もうちょっとこうパーソナルなこと、例えばじゃあ仕事上でね、上司とちょっとお話をしているとします。で、上司に、いやでもこっちのシステムよりもこっちのシステム使った方がいいと思うんですよっていう、ある意味の自分の意見 をそのおすすめというかね、自分の意見を伝えるような時に、上司にジョテレコミエンド系とか、レコミエンド系、こっちの方がいいと思いますよっていうアドバイスをする時と、アコンセハールはですね、もうちょっとパーソナルなことを使うとお話しするとき、例えばなんか上司が、いやなんか奥さんが調子が悪いって言ってたときに、じゃあなんかもう今すぐ帰った方がいいですよっていう、ちょっとパーソナルですよね。仕事の話っていうよりはもうちょっとプライベートな話をしているときには、手アコンセホっていう風に使うわけです。これすぐ分っていうかですね、接続法が入ってくるんですけれども、これなんとなくわかりますか、レコメンダールとアコンセハールの違い。アコンセハールのこと方がもうちょっとプライベートな話をするとき、でレコメンドっていうのは全然仕事上で使えます。なのでこの上司にこっちの方がいいと思いますっていうようなことを進言したいときに、でレコメンド、もしくはレコメンドっていうことができます。でこれ全然ね、そんな失礼な言い方にはならないので、安心して駐在の皆さん使っていただければと思います。でもちろんね、じゃあそのプライベートなことを言うときにレコメンドが使えないのかって言ったら、そんなことは全然なくて、じゃあ彼氏と問題があって悩んでる友達とかにね、でレコメンド系とかで、テアコン正方形なんでも使ってもいいです。でスヘリールをもちろん使ってもいいけれども、ニュアンス的にスヘリールツヘリールを使うときっていうのは、ちょっとその向こうが言うことを聞いてくれる可能性が、なんかちょっともう、向こうの自由っていう感じ、半々みたいな、こういう風な使い方の違いがありますということでね、そういう意図を持って自分で使い分けていくと、語学学習が本当に楽しくなります。スペイン語話してても楽しいと思います。なんかレコメンドやからレコメンドを使わないといけないとかじゃなくて、自分でじゃあ今のこのアドバイスは
かなりプライベートなことやからコンセハールを使ってみようかなとかって使ってみる。でじゃあこのお店おいしいけんこのお店いいよ、じゃあレコメンド使ってみる。でなんか、でもちょっとジェネラルなことでただの世間話的な軽い話題やからスヘリールを使ってみるっていう風に、これ自分でねきちんと意図を持って会話をしていくっていう意識を持つだけで自分のスペイン語も伸びていくし、あのスペイン語を話している感覚、自分で選んで話している感覚っていうのが出てきます。やっぱりねその文法を勉強することで自分で選べるようになるっていうのが本当に大きいんですよ。でもこれしかない。その一番初めはいいんですよ。あと旅行に来るときに勉強したい、旅行で伝わるように言いたいっていうことであれば別にドンデースタイルバーニョでいいじゃないですか。でそれを何回も何回も使っていけばいいんやけれども、せっかくねスペイン語をちゃんと勉強して話せるようになりたいっていうのであれば、これはこうなんですっていう一辺倒な言い方じゃなくて、自分で文章を組み立てていける、自分で好きなように言えるっていうことがねできるようになってくると、スペイン語学習もとっても楽しくなりますのでね、ぜひ試してみてください。それでは今日はこの辺で、Muchas gracias por ver mi video. Chao.